週刊スタジオオーパーツ。こんばんは、ゾウです。こんばんは、ヒルです。こんばんは、花江です。はい、今日は花江ちゃんにスペシャルゲストに来ていただきますと、4月30日ボリューム224回。はい、はい、今日はありがとうございます。今週はですね、今週の週刊スタジオオーパーツは、はい、先日のやったライブの報告を兼ねました。そうですね、後ろに流しながらちょっと話を振り返りたいと思いますね。はい、先日ロールスビルというのを、はい、ロールス主催 で、 そうです、ね、吉野町小人さんというお店でやりましたが、はい、それで一番最初に出てた若い2人組が、はい、ブラックアイズ、ブラックアイズ、はい、千尋くんとりょうくん、りょうくんね、はい、あれ二人で今頑張ってんだもんね。そうですね、ドラムがとりあえずやめちゃって、なんか今サポートでバンドの携帯でやったり二人でやったりみたいな、その時でやってみたいですよ。まあ若者二人ですよね、それとあと仲間に弾き語り等で出てきてくれた千葉の銀ちゃん、銀ちゃん、はい、彼も個性的でしたね、うん、よかったですよ、とても、うん、ね。それとまあロールス、そうですね、と、うん、まあエリー君、エリー君のエリー君のバンド、そうそうそう、モンロー、モンローね、はい、っていう構成でこの間やったんですね、うんうん、でまあそれぞれももちろんそれぞれでやったんですけど、最後にまあロールスやった時にそこにロールスプラスゲストという形で、まあ、プラス1だったり2名だったり入ってもらって、そうだね、何曲かやったんですよ。それをまあ今回見ていただこうかなと。そうですね、はい、まあ実はみんなロールスって名前でやったことがあるのがほとんど出てるんだよね。まあ、そうですよ、ロールスってそういうもんですよっていうことなんだよね、あれ見るとね、ヘイディ君にしろトシちゃんにしろ、はい、ロールス、そうそう、トシちゃんも出てくれたんですよ。あの千尋くんはまだ手伝ってないのか、あれはワルサーか、前手伝った時はね、千尋くんは、千尋くんは今回はロールスも一回手伝った。ロールスも手伝ってるよね、今回はロールスやるんだもんね、千尋くん、ね、今回も千尋くんでやるし、一回手伝ってくれてますね。あれはいつでしたっけ、4月じゃない、5月の連休の時ね、4日ですね、越谷ね、アビロエモーションと一緒に、そう、それはロールスね、その時は千尋くんね、ギター、そうですね、その時はね、はい、ね、ああいう若いのがね、うん、細い感じがいいよね。漫画チックのところにね、うんうん、俺千尋ってこうサングラス外したシーンが印象的でした。アンドロイド、はい、はい、いやいや、はい、スペシャルゲスト、スペシャルゲスト最初から来てます、スペシャルなんです、はい、はい、スペシャル、超スペシャルです、はい、マジですか、はい、花江ちゃん、ロールスのドラマ、はい、サポートドラマ、サポートドラマ、サポートつけろと、そう強調しなきゃいけないの、なんかそんな気がして、いろいろ聞いてます。あ、そうですか、はい、そういった立場の方がいいかもなっていうことですか、うん、そうそうそう、大人のずるい感じ。どうなの、ロールスはこの間のライブどうでしたか。この間のライブはすごくアットホームで楽しかったです。あ、そう、はい、皆さん、ゲストの皆さんも本当に皆さん書くって一緒に演奏してて楽しかったし、うん、でも千尋くんとりょうくん良かったね、すごく、うん、良かった、ちょっと見てたけど、まあ、楽屋の上からね、うんうん、
あの若々しい感じがいいね、うん、あれなんか2人で言ってたじゃない、表現法キラ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 してる、 あれってこうあの若さだからあるんだよね。そうそうそう、今が旬ってことなんだろうね。そう逆の言い方しちゃうとね、若い時はあるのキラキラ、うん、そうだね。だからそれをね、もっと出せるようにね頑張ってほしいよね、うん、ああいう子たちはね、自分は惹かれるんだっていうことをね、うん、もっと光ってもらいたいと思います。キラキラね。でもただ若いだけだとね、あれキラキラじゃないんで、きっと若くて夢を追っかけてる若い若者はキラキラしてるんだ。はい、夢を追っかけてる。じゃあ、ね、ねえ、しょうがないね。確かにそうだね、はい、うん、いいよね。でもね、あの頑張ってほしいよね、うん、応援してるし。いや本当応援してます、はい、それで今度はロールスはこのロールスビルをやりましたが、次は5月4日。そうですね、ロールスのライブとしては5月の4日ですね、それは どちらでしたっけ、越谷、埼玉の越谷ってとこでのアビーロードっていう、はいはい、とこですね、のなるほど、はい、5月4日ぜひお時間になる方、はい、そうですね、まあ、ちょっと遠いですけどね、そちら方面の方はぜひこの機会にいかがでしょうか、ロールスもちょっと遠征するぞと、はい、そうですね、まあ、CD も持っていきますし、はいはい、ロールス T シャツも絶賛発売T シャツね今度はね大工事ないようにね、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、週刊スタジオオープン。